凶暴性な天使のガブリール。ところが人間の様々な娯楽に触れた彼女は怠惰でぐうたらなダメ天使に変貌。人類なんか勝手に滅んでくださいって感じ。キモ、なんだこれ。そう、救いようのない堕天使だったことにね。天使がそんなんじゃダメじゃない。それはいい心がけね。悪魔らしく他人に迷惑かけてみました。え、我こそは大悪魔って聞いたの。この世の悪しきことは私のためにある。ところでどのようにいじってほしいですか。ガブちゃん、今日もやさぐれ可愛いですね。トリマ JK だし、制服着たらいい感じ。ピーポーもデボーも炎上もひっくるめてハイハッピー。何でもいいんじゃない。ヘブンもヘルンもアスもこっち混ぜてハイハッピー。みんなで学校行こう。愉快な天使と悪魔たちが送るスクールコメディ、ガブリールドロップアウト、2017年1月より放送スタートです。見てねー。